皆さんどうも、ドイヒーさんです。皆さんどうも、バカバカってバカチンです。皆さんどうも、ツルツルピカン先生です。皆さんどうも、ツッコミン太郎です。今日は桃鉄やっていきましょう。それでは23年目頑張っていこう。22年目までの結果がこちら。先生がとんでもないことになってるから、みんなで引きずり寄るぞ。仲良くやろうよ。僕がここから大逆転だ。それはもう僕たちがわざと負けなきゃいけないレベル。残り55ぶっ飛んじゃうよ。世界の反対まで吹っ飛んじゃうよ。そしてそのまま帰ってこないで。ゴールがどっちかわからないけど、いけ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 。なんかいい方向な気がするよ。さすがバカキン、楽しませてくれるな。皆さんどうも、ノリに乗ってる先生です。残り26、新幹線で一気にゴールに近づいちゃいましょう。でかい数字いいんじゃないの。先生なんかゲーム改造して自分が勝てるようにしてんじゃないの。そんなことをしてるわけないでしょう。それでは物件買い占めだ。負けてらんないぞと言いたいところだけど、残り41、カードもないからな。これは厳しい。お願いだからボンビー、カード捨ててくれよ。ボンビーたまには役立つことあるからね。おお、これは話してたらカード捨ててくれたな。もうボンビーというか大富豪だよ。これでドイヒーさんカード使えるようになったか。そして僕はこの先うんちがあるからサイコロ一つしか振れません。ボンビーがドイヒーさんの味方しちゃってるな。そしてうんちが消えました。僕が代わりにうんちしようかな。ちっちゃいから邪魔なんないよ。ぶっ飛びなくなっちゃったからサイコロ増やしてゴールしちゃうもんね。一気に進んでこれちゃいました。みんな近づいてきたから急がないとな。6はかなりでかいぞ。だけど右に行ったら赤か。じゃあ左に行っときますか。ゴールは無理だろうけど、アゴマッチョくんより先に進んどきたいな。うんちのせいでだいぶ差をつけられたな。大富豪またカード捨ててよ。ああ、変身はダメだよ。もう出た消していいかな。それは卑怯だよ。ここに来てのキングボンビーきつすぎる。頼むから赤ちゃんベイビー。よかった、これでセーフ。あー、人生終わった。マジでかー。っていうかデストロイダー、これは逆にセーフかも。みんなに被害があるじゃん。これはきつすぎる。苦しむ時はみんな一緒だよ。そうだそうだ。そうだじゃないよ。バカキンは物件ないから被害ないでしょう。頼むから僕以外のみんなを苦しめて。できるだけ小さな数字にしてよ。任せなさい、全部1だ。結構でかい数字じゃないかよ。ここから一気に大移動。被害はどれぐらい出たかな。僕が10件でマイナス3億9000万。僕が1億8000万。先生は77億。これはきつすぎ。あじゅぺじゅぱー。独占が崩れちゃった。そして渋沢は HB 抜かれちゃったよ。先生これは大ダメージだ。うんちなくなってようやくカードが使えるな。特急カードで一気に進んでいこう。このままだと僕にボンビーついちゃうからな。デストロイでみんな僕より順位下がらないかな。さすがにそこまで物件やられない。僕も物件ガンガン買ってっちゃうもんね。正直マイナスになって困るなんてことを考えない。さすがバカキン。みんな来ちゃってるからゴールさせて。6か、ダメか。じゃあカード売り場でカードでも買っていきますか。何やるかなって。ロイヤル EX めちゃくちゃいいぞ。そしてスペシャルカードも買ってよく。最高。先生が次でゴールしちゃうか。だったらゴール向かわずこの辺の物件買おうと言いたいところだけども、デストロイにやられちゃうからな。そしてまたまたデストロイ、誰がまた被害を受けるのか。逆にでかい数字出ちゃえ。それはダメでしょうって。結構でかい数字出てるな。またまたどんどん大移動。被害はどうなったかな。僕はどれぐらいかな。5個で71億。これはきつすぎ。あちょぺちょぱー。
僕は8000万か。先生は232億。考えられない数字で。アジビジバー。先生はさっきと合わせて300億か。考えられない数字だね。もう笑いが止まらないよね。人の不幸が大好きだね。残り14なら逆転大チャンスだいけ。あー惜しい。だけど残り1だから次いけるかも。すまんがスペシャルカードを使ってゴールだよ。300億失ってるわけだしゴールくらいはいいでしょう。次ボンビーつくのは僕か。そして目的地は湧かない。コメント欄で静岡あたりに行けばチャカテキンが出てきていらないカード捨ててくれるよって言ってたけどちょっと遠いな。しかも目的地北海道だもんね。とりあえずちびちび進みながら物件買っていくか。ゴー。それじゃあ進んでいって物件買い占めだってハゲの場所かよ。でも買っちゃうか。もうお金余ってる人の買い方だな。デストロイなうちに急いで進んでいこう。頼むからでかい数字出てくれよ。なかなかいいんじゃないのかな。かなり北海道に近づいた。ここからデストロイで先に進めたらいいな。他の人も苦しむし思いっきりでかい数字出していきますか。15。これでかなり進めるぞって戻るんかい。結局関東まで戻ってきちゃったよ。そして被害の方は先生だけ。なんで先生だけ。今年はかなりついてない。卑怯なことした。罰が当たったね。卑怯なことはしてないから。でかい数字出して一気に進めたよ。六大都市でって久々の西郷隆盛。お金配ってくれるのかなと思ったら違うイベントだ。おいどんが仲間になったぞ。誰かがゴールするまでいてくれるのか。それでは六大都市使って札幌へと飛んで行こう。先生がまた卑怯なことを始めたか。だから卑怯じゃないから。こういうゲームだから。ゴールの方行くとデストロイがいるから逃げながら物件買っていくか。ここを買い占めていきましょうって。アゴマッチョくん買ってんのかよ。だけど一応買っとくか。せっかく進んだのを戻されたらきっついな。だけど頑張って進んでいきましょう。また北海道に近づいたけどここから戻されちゃうのかな。きついな。これは元に戻った。助かった。こっからキングになれないかな。それだけは勘弁してよって。ドイヒーさんめっちゃお金手に入れてる。残り41か。次こそゴールしたいな。数字は大きいぞ。この先赤でも気にしない。気にしろよ。借金できちゃってるよ。物件売ればいいだけの話。さすがバカ金損してるな。残り22になったからロイヤル EX で終わりだよ。頼むからどでかい数字出てくれって。足りないのかよ。だけどゴール近くまで行けたからいいか。そしてオイドンは何をしてくれるのかな。またまたサイコロ振らしてくれるのか。ありがたい。だけど1かーい。まあ、カードもらえたからいいか。そして記念仙人も出てきてくれた。ハゲ先生の弟ハゲ仙人。先生こんなお年寄りじゃないから。記念仙人何してくれるのかな。場所替えカードをくれた。ありがとう。それじゃあスリの銀次カードを捨てようかな。みんなに嫌な思いさせたくないしね。僕なら真っ先に先生に使うな。そしてオイドンが軍資金を集めてくれる。これはめちゃくちゃありがたい。おいどん牛丼アルマゲドン。僕は地道に進むだけ。そしてどんどん物件買い占めだ。買い占め祭り。デストロイじゃなくなっちゃったから何が起きるかわからないからちょっと怖いな。すぐにキングになったら犬にな。頼むからそれだけはやめてくれ。お願いします。お金が取られちゃった。これはこれで嫌だな。残り27。思い切ってゴールに近づいてか。あんまり先に進めなかったな。あーだーやったー。これで優勝だー。ゴールしちゃうとオイドンいなくなっちゃうから
ゴールしないのもありだな。ここら辺うろちょろしていこうかな。ロクト、やった、お金がもらえるぞ。そしてアイドンがまた軍資金集めてきてくれるよ。どんどんお金が増えていく。またまたズルをやってんな。懲役50年だ。先生に厳しすぎ。それじゃあカード売り場に行ってみよう。久々にいいカードゲットできたぞ。先生がまだゴールしなさそうだったら僕にゴールのチャンスもあるな。頑張って進んでいきましょう。物件たっぷり買っていきましょう。ボンビーは折り返しかよ。勘弁してよ。まあ2だったらいいか。僕にだってチャンスは出てきたぞ。18だったらゴールできるか。ちょっと足りないな。だけどゴールは一気に近づいたもんね。残り1か4出るか。読んでた。だけどゴールしません。おいどんからお金もらってくよ。まさかのゴールしないなんて前代未聞だな。おいどんからお金をどんどん手に入れていった方がゴールするより絶対お得。誰かにゴールされちゃったらその効果も終わりなのにね。今ゴールされたら危なくボンビーつくとこだった。助かったから今のうちに進んでいきましょう。進んでいって次から次へとかしめ祭り。急行周遊使って僕がゴールをしちゃいましょう。だけど全然進めないよ。なんかいいカードゲットできないかな。サミット、これはめちゃくちゃいいぞ。ボンビーは5出せばいいのね。どうしてやるって無理でしょ。残り5だ、頼む出てくれ。やった、5出たぞ。これでゴールしません。まさかのゴールしない。みんなオイドンからお金をもらおうとしている。みんなお金大好き。世の中金だ金だ金だ。たっぷりお金もらっちゃった。15億ももらえたらゴールすよ。いいか。他の人がお金ゲットするぐらいだったらターミンカードで眠らせてオイドンからどんどんお金もらおう。先生がめちゃくちゃなことしだしたな。ゆっくり眠るとしますか。ってなんだなんだ。あ、久々のこの方々。先生の一番高い物件だって。あー、48億のか。先生、ご師匠様です。寝てるのに折り返しかよ。しかも数字がでかい。めっちゃ遠くなっちゃうよ。僕は寝てるだけでお金入る。昔話で楽しようとしてるやつは地獄に落ちるからバカ金人生終わり。バカ金にも厳しいな。じゃあ先生はおいどん回収だ。そしてまたお金をゲットしていきましょう。先生いつまでこれやる気だよ。おいどんでお金稼ぎまくって1取るよ。あと1年は起こさないでね。そしたら負けちゃうよ。さあボンビーは、あー、お金かかるやつだ。サイコロ2。まだ4億なら助かった。おいどんいなくなって人生終わった。さあどんどんお金貯めていこう。ゴールできるけどもそんなのムシムシ。だからくじも当てたかったな。だいぶ先生お金集めてきてるな。これはもうマグマタイプの刑だね。勘弁してよ。みんなまだまだ寝ちゃってる。寝ながらボンビーずっと食らうのきついな。6出るか。出た。それで先生のお金ゼロにしよう。勘弁してよ。まさかの借金。これはきつすぎ。あちゅぺちゅぱ。おやすみなさい。みんなずっと寝てくれてるな。そして6。もう数字は何でもいいからな。ただただここら辺をぐるぐるするだけ。そしてお金ガッポガッポ。羨ましいな。僕もおいどんつけてお金欲しいな。おやすみなさい。おやすみな。あ、起きた。よし、これで先へと進めるぞ。さあ青だ。お金ちょっとしかもらえないよ。そしてボンビー、ああ売らないで、ああいいの売らないで。高いのばっかり売られてる。そして決算だ。さあ物件から入ってくるお金の1位は誰だ。僕に決まってます。土日いっぱい買ってたから持ちこたえたけど他の人たちは落ちてる。そして総合結果は先生が2位になっている。300億ぐらい減っていて、アジビジバー。折れ線グラフが大変なことになってるな。先生谷底。
これはまだまだどうなるかわからないぞ。さあ次回もお楽しみにすんなら。チャンネル登録よろしくお願いします。